山口県大鳥城高等学校は、山口県山口市を合下郷にある、私立高等学校。大鳥城、あるいは、同じ学校法人の経営である、宇部大鳥城高校特別して、県大鳥城とされることが多い。海軍兵学校の予備校として1889年に創設された、旧制中学、大鳥城技塾の流れを組み、私立大鳥城中学校。 山口県大鳥城中学校と名前を変えつつ現在至る。大鳥城義塾が創立された1889年を創立年としており、1999年に創立110周年を迎えた。交渉は船の怒りをモチーフとしているが、これは前進校が海軍兵学校の予備校だったことによる。宇部大鳥城高校もほぼ同様のデザイン。 身体の強権1、元気の旺盛1、意志の堅忍1、感情の準備1、知能の性格1、自主協調の精神をたっ飛び、素直明朗な人間性と強固な意志を育成する。1、健康な体を育成し、将来自己発展の基礎となるべき、基本的知識を徹底的に習得する。1、教え合い、競い合い一芸に秀随所に主たるを目指す。作詞は、 北原白秋作曲は小松光介によるものである。歌詞は3番まであり、各番には学校名である大鳥城が登場する。また、校歌とは別に応援歌が存在する。運動部では野球部が過去に2度全国高校野球選手権大会に出場を果たしている。なお、旧制大鳥城中学時代にも一度全国大会への 出場経験がある。2015年にはサッカー部が全国高等学校サッカー選手権大会初出場を果たす。また、文化部では吹奏楽部が最も部員数が多く、2009年には吹奏楽コンクール山口県代表として中国大会に出場。マーチングでは1994年のコンクール初出場から現在に至るまで。 県内トップの成績で中国大会、全国大会に出場し、特にカラーガードチームにおいては2009年2010年とマーチングバンドバトントワーリング全国、大会道部門に連続出場している。AAB 山口県大鳥城、高等学校 HP より山口県大鳥城、高等学校吹奏楽部講演会 HP より、ありがとうございます。